すべて力に変換できるもののみ。ここにいるということは乗れるのだろう。バエルに乗れ。てっきり止めるのかと思っていたが、俺がこれを手に入れることの意味分かってるんだろう。それとも一度は死んだ身、何も失うものは持たないと。いや、逆だ。今の俺は多くのものを背負っている。しかし全てお前の目には永遠に映らないものたちだ。お前がどんなに投げかけられても受け入れようともせず否定するもの、それら全てを背負い、この場で仮面を外したお前を全否定してみせる。その必要はないようだ、ガエリオ。バルバトス。やっていいの？ああ、頼む。お前では勝てんよ、ガエリオ。そうだな、俺では無理かもしれない。しかし俺たちならば。なんだ？アイン！さあ好きなように使え。俺の体をお前に明け渡す。なんだ？何？今の動き知ってるやつだ。彼が一人ではないとはどういうことですか？あれには特殊なシステムが組み込まれている。特殊？確かビダールもそんなこと。ジュリエッタ、あら屋敷のことは知っているわね。もちろん、忌むべき旧時代の戦闘用インターフェース、そしてエドモントンでキャラルホルンの名を汚した。そう、エドモントンの戦い、ギャラルホルンのパイロットアインダルトン3尉が荒屋敷検証用のモビルスーツと一体化し暴走した。忌むべきギャラルホルンの秩父です。それがまさか。あの機体に搭載されているのはアインダルトン3尉の脳をベースにした、いわば疑似荒屋敷。人体に増設された外部管轄機である荒屋敷、あれには彼の残された脳とともに彼の荒屋敷を補助システムとして搭載しているの。リダール本人がフレーミングした敵対者に対し、そのシステムが強制的にモビルスーツの挙動をコントロールすることで、本来の荒屋敷と同等の力を得る。あの人は自らの意思でそのシステムを望んだのですか？ああ、自分一人では倒せない敵がいるって。しかも今回それを乗せているのはガンダムフレーム。もともと荒屋敷は人が人の限界を超えモビルアーマーに対抗するために開発されたもの。しかし限界を超えた人体、その脳には強烈な負荷がかかる。だけどあのビダールはアインダルトンの脳を介することでその制限を受けずに駆動できるんだ。それはつまり。たった一体でモビルアーマーを倒したというバルバトスとかいう化け物と同等の力を出せるってことだよ。こいつヤバいな。